令和の虎、その思いを金に変えろ。お疲れ。お疲れ様です。はい。コーディキッズ、東海デイサービスコーディキッズ小牧、ついにできました。はい。はい、初めて来るんだけど。行きましょう。あ、お疲れ。お疲れ様です。です。お疲れ様です。はい。失礼します。よいしょ。はい、ということでやってきました、紹介します。大塚くんです。よろしくお願いします。はい、大塚、立場をちょっと紹介します。はい、私は NPO 法人スポーツフォーラム愛知のサッカーの指導者として、また代表として今活動させていただいております。それと小池キッズ小牧の会社として、はい、いろいろ準備をして、働いております。管理者だよね。管理者です。はい、はい、まあここに来るまで大変でしたな。いや、ものすごい大変でしたが大変でしたが、やっぱり、はいはい、子供たち来て遊んでくれてっていうところを見て、はい、すごい良かったなと。今日で開始してまだ5日目6日目ぐらい。そうですね。はい、今日はまだ月曜日なんで、はい、何日目ですかこれ。はい、4日目ですね。4日目だね。はい、はい、土日休みなのか、日曜日だけ休みで。なるほど。日曜日から土曜日まで、はい、今日はなんと九州から鶴瓶さんがいらっしゃってるので、はい、ちょっと鶴瓶さん呼んできてよ。はい、わかりました。はい、はい、改めてご紹介しましょう。鶴田さんとおっしゃいます。ちょっと自己紹介を。あ、はい、はい、コーディービズ株式会社の、代表取締役してます鶴田陽平と申します。よろしくお願いします。はい、最近流れたうちの YouTube で鶴田さんの名前勝手に出しちゃってるんです。はい、サッカースクールを。そう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 。ね、あれ見ました。見ました、見ました。はい、見ました。あの2回目にスポーツマンタイガーファンにみんな出てきたのも見ました。見ました。はい。ちょっと大変ですよ、ね。やってください。いやいやいや。いや大変ですよね。はい。ということで、はい、今日ね、コーディキッズ小牧に来たんですけれども、鶴田さん改めて、はい、コーディキッズのコンセプトを教えてもらえたいんですよ。そうですね。はい。はい、僕の会社も福岡県の方を、はい、やらせていただいているんですけども、福岡県の方で放課後等デイサービスっていうものを、うん、はい、福岡県中心に、広げさせてもらっているんですけど、はい、スポーツを通してというか、うん、まあ、体を動かして、はい、まあ、いわゆる発達障害のお子様たちが、はい、学校が終わった後に、うん、まあ、遊びに来るというか、はい、まあ、居場所作りですね、はい、居場所作りっていうのを今やらせていただいて。はい、今何拠点あるんでしたっけ。ですね、まあ、いや、自分たちの直営店は今3店舗になる。直営が3店舗。はい、はい、まあ、東所長みたいにフランチャイズをしていただいているところが今は全国で、関東なんですけど、はい、今8店舗8店舗はい、はい、この辺ではここ初めてかな。そうですね、東海地区は初めてですね。初めてです。はい、まあ時間かかりましたね。しかし大変でした、大変でした。もういや、これ本当にこれを立ち上げるってすごい時間かかるなってつくづく思ったんだけど、まあ、僕は本当に外から客観的に見てただけなんですけど、やっぱいつも大変なんですかこうやって。やはりその福祉の、はい、まあ、事業になりますので、はい、やはり僕らだけの事業者だけではなくてですね、やっぱり行政、はい、まあ、国だとか県だとかっていうところも含めて、みんなで作り上げていくところなので、はい、やはりこう一つのこう、なんですかね、うまくいかないところが出てくると、はい、やはりそれだけ時間かかってしまうというところで、うん、はい、まあ、まあ、どうも大変ですけど、はい、大変でした。大変でしたね。まあでも鶴田さんね、どういう思いがあって、こういうその障害児向けの、まあ、スポーツを通じた放課後デイサービスをやろうとしたとか、そうですね、ちょっと教えてもらえたの。もともと僕もスポーツスクール、サッカースクールだとか、はい、まあ、コーディネーションスクールっていうスクールだけを立ち上げたんですけど、はい、やはりこう蓋を開けてみたらスポーツが苦手な子とか、うん、まあ、受給者証っていうんですけど、はい、そういうものを持ってたりする子、意外と蓋を開けてみると多かったというところから、はいはい、やっぱりスポーツってすごく便利なツールで、うん、まあ、体を動かすってところだけじゃなくて、はい、やっぱり勝ち負けがあったりとか、はい、チームでやるので、うん、コミュニケーションとかすごく大事、チームプレーだったりとか、はい、もちろんルールがあるので、はい、まあ、決まりを守ったりとか、うん、そういうものってすごくスポーツって表現しやすい、はい、まあ、体を動かすだけじゃなくてというところで、はい、まあ、そういうのがやはりこう今子どもたちに、うん、やっぱり負けたらすごく癇癪を起こしてしまったりと
とかする子も多いので、うんまあ、そういうところがこう、まあ、いいなと思って、うんご施設を建てたんですけど、はい、ねなんかどん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 こう全国に広がるといいですよねこれね。そうですね、はい、なんかやっぱスポーツを通じてのこういうものだったから僕も最初に興味を持ったと思うんですけど、はい、うちもあの NPO でスポーツ関連のことやってたんで単なる放課後デイサービスだったら逆に言えばうちのスポーツフォーラム愛知っていう NPO がやる意味がないのかなと思ってたところに、はい、こんなお話いただけたので、まあ、本当にあの嬉しい感じなんですけど、そんな中で大塚さん、なんか今困ってることあるの？困ってることは一緒に働いてくれるスタッフをまだまだ募集をしています、はい、あ今のところ何とかなったけどまだ足らなさそうなんだ。はい、はいはい、このことを考えるときに、はい、もう一人二人これはどういう方にしていただければいいんですか？まず子供が好きな方とスポーツに過去携わってたりとか、はいそういう方が来ていただけるとすごい嬉しい。特別に資格が必要なわけではないですか？資格があるかもしれないですね、あった方がいいですね、やっぱ、うんこれ何ていう資格なんですか？そうですね、まあ、うちの子供巻きで言うと、はいまあ、保育士さんだとか、はいまあ、幼稚園教員、はい、あとは、まあ小学校、中学校、高校の、はいまあ、教員免許もあるなるほど、はい、あとは社会福祉士さんだとかですね、はいあとまあ、セラピスト系ですね、理学の作業、言語とか、はい、そういう方もあのぜひ来てほしいですね。なるほど、じゃあいろんな資格を持った人にとって働く場所ではあるんだね。そうですね、まあ、有資格者さん、まあ、そんなそれぞれ、はいまあ、運動が得意な人がそういう支援ができたりとか、はいまあ、理学とか言語、まあ、そういう言葉に強い人が、はい、そういう苦手な子に支援ができたりとか、なるほど、まあ、ストロングを使ってですね、はい、っていうのを、はいはい、もしあの一緒に働いていただける方が見えればですね、今日これも概要欄に入っておきますので、ぜひご応募お願いします。しますちょっとあのまだ僕も見てないんですけど、施設を紹介していただきながら、めちゃくちゃいい施設、いいですか？大塚さんもめちゃくちゃ頑張って、はい、頑張った手作りで手作りでよう待ってくれめちゃくちゃ頑張りました、はい、ちょっと見に行きましょう、はい、一緒にね、見たい、はいはい、今いい、この座って撮ってたところが、これは休憩室、専用室、専用室、はい、専用室はどんな時に使うんですか？お子様が、はいちょっとまあ機嫌が悪かったり、気分が悪かったり、はい、人になりたい時、はい、ちょっとゆっくりできて、うんためのスペースになります。なるほど、はい、でこちらははい、はい、こちら相談室になります、はいお父様お母様とお話をしたりですね、はい、今後の療育あとは契約含めたお話をするという、はい、なるほどお部屋になります。はい、はい、ここは基本的にその、まあ、お子さんが帰ってきて宿題をしたりとか、はいまあ、おやつを食べたりとか、はい、あとは、まあ、夏休みだとか土曜日祝日とかは、うんお昼ご飯を食べたりとか、うん、あと、まあ、まあスポーツなんで集団療育、はい、集団のスポーツ支援なんですけど、はい、それ以外の個別支援とか、はいまあ、先生と2人で一対一で個別支援をしたりするのが、あの2階とこことでいうとどっちが時間を費やすのは多いんですか？小池つくまきも、はい、スポーツを通して、はい居場所を作る場所なので、はい結構自由時間も上で遊んでる子が多いかなと思うんですけど、結構こう静かな女の子とかは下で過ごしてる、はい、ちょっとじゃあ2階に行きましょう。はい、はい、大塚、これはさ、はい、人工芝ですか？人工芝です。人工芝、はい、人工芝だけじゃなくて下にクッションシートを引いておりまして、そうだよね、柔らかいもんね、膝とか負担がかからないような状態で、はい、まだこの辺の遊具みたいなものここに固めてありますけど、鶴田さん、これどんなふうに使うんですか？これはここと平均台とかバランス系コーディキッズのコーディネーションっていうのが、はいまあ、こういうバランスだったり、はいまあ、リズム感だったりとか、後ろに入れるんですけど、はい、意外と難しかった。意外と難しかった、はい、っていう、なるほど、ところもあって、はいまあ、神経系のことが多いですけど、はい、こういう鉄棒とかは、はい、特にその学校の体育、はいまあ、鉄棒だとかマット運動だとか、うん、飛び箱だとか、はい、学校でよく、まあ、するもの、はい、学校体育と呼ばれるものはやっぱ苦手でその体育の授業に入れないことが多いんですよ。これバランスボール、これバランスボールこれ野球でも、まあ、そうですね、神経系の、これトランポリン、これトランポリン、トランポリン、はい、子供でこんなちっちゃいトランポリン使うんだ。
みんな結構大人気です。マジで、はい、え、大人でもできる？あ、できます。できますか？いやー、マジで。マジで、マジで、はい、大丈夫？大丈夫です。ほらあ、ほらすごいね、これ。で、鉄棒、はい、これ、フラフープ同じ。いや、フラフープではなくてですね、はい、色付きの輪っかで、はい、例えばケンケンパーとかもそうなんですけど、あ、そのこれでさまざまな条件を与えてそれをこなしてもらうという、はい、形になってます。これが、はい、これをバランスに近い形になるんですが、はい、ここを落ちずに渡ってもらう。あ、熱いなこれを、はい、落ちずに渡る、はい、ああそういうことか。ね、でこれを指導する人っていうのはどうでした？あなたがやるわけじゃない。僕もやりますが、はい、教員免許を持っている、はい、タイプのトレーニングをやっているスタッフもいますし、あの下の保育士の方も、運動会活動やっている方が一応担当してもらったり。なるほど、はい、熱い、もう熱い。鶴田さんのところこのぐらいの施設で、はい、最大だと1つに何人ぐらいの子が通ってくるんですか？ですね、もう1、2秒書というのが大体分数決まって、はいはい、最大分数が大体1日、10人のお子様をしっかり、はい、あの4人、5人のスタッフで手厚く、はい、しっかり支援しましょうよというのが放課後データということは、延べで言ったら月250人、250人か300人ぐらいですかね、はい、そうですよね。そうですね、はい、あの塾と違って何曜日に必ず来るっていう形ではないんですよね。まあ、そういう決め方もあるんですけど、基本的にはもう1日、はい、その子が来たら1人っていう感じです。ですよね、はい、なるほど。10個ぐらいの施設がある中で地域目に見ないでここはどうですか？まあ、全国的に見ても、はい、人工芝を室内に引いて、はい、一応コーディキッズの色で、はい、やらせてもしっかり引かせてもらってるんですけども、はい、ここはですね、多分なかなかないんですが、うん、1階部分が、はい、いわゆる学習室と言われるところ、はい、で2階部分がその人工芝、運動スペースと言われるところに分かれている、はい、この施設だったら人工芝のスペースの周りに学習室があるような、あの1階の平屋のテナントが多いんですけども、はいはい、ここはもう2つに分かれていて、うん、もうトップクラス。あ、そうですか。形もやっぱ正方形です、はい、正方形でいいので、はい、かなり使いやすい。子供たちにとっては使いやすい。使いやすいと思いますね。そうですか、はい、あとはルール化しやすいと思います。なるほど、はい、2階と1階ですね、はいはいはい、ということでちょっと1階ずっと案内してもらいましたけど、大塚、改めてここの場所をまず教えてください。はい、はい、愛知県の小牧市、はい、古希5丁目にあります。割と小牧でも僕の前に住んでた江南に近いよね。近いです。ちょうど岩倉、はい、小牧、江南の市境の。そうだよね、はい、だから江南からペッて入ると小牧市5期って出てくるもんね。そうですね。いや、あの41号で俺はけがだと思ってたら小牧だから、はい、こっち側だったからあれと思って、はい、すごい近くなった。はい、はい、で、これ11月の1日から開校しましたけれども、およそどんなルールでやってるかちょっと説明してもらっていいですか？ルールというのは募集要項というか、はい、はい、通常の、健常者ではなくですね、ちょっと障害者という扱いで、はい、受給者証というのを持たれている、はい、小学校1年生から高校3年生までの方が、はい、一応お預かりの機会が通うことができる、はい、施設になっています。これはさっきもちょっとあの津田さんと聞いたんだけど、学習塾みたいに毎週何曜日に必ず来るっていう形ではなくて、一回来たらっていう感じだよね。そうですね。そうだよね。はい。まあ、さっき津田さんおっしゃったように、大体一つの施設で預かれるのが月間で最大で。月間でまあ、300いかないぐらいですかね。はい。はい、そうですよね。はい、よく来る子で何日ぐらい来るんですか？あ、でも、月曜日から金曜日、平日はずっと来る子も、はい、中にはいますし、まあ、あまりこう支援としては良くないかもしれないですけど、はい、月に1回とか、ほぼ中にはいますね。中にはいますか？はい。まあ、基本に週2、3回来る子が多いです。はい、2、3回の子が多い。はい、でも、好きな子は月に20日とか来ちゃう。ですね、
大体月に更衣施設を25日とか使えるんですよね、はい、なのでその中で自分たちが行くと今使えるとおっしゃってるのは、要は補助が出るんですね、はい、国からの補助金で、はい、こういう、通所施設、はい、ホグデイとかを、利用できるのが大体月にその子が何日で決まってるので、じゃあこのコーディキッズだけにいつも来てるわけじゃなくて他の施設も兼用して使ってる方もいる感じなんですか。そうですね、まあ、地域によって結構ばらつきあるんですけれども、はいはい、じゃあここがもしスポーツの特化してるよって言われたら、はいはい、月水金はここに来ていただいて、うんこの辺も学習系の、はい療育施設もあるみたいなので、はいはい、じゃあ火曜日と木曜日はそういうちょっとこう勉強をしてたりとかっていう、はい、保護者さんとお子様と、はい、あとは相談員さんっていう、はいはい、方たちがいるので、はい、その人たちと決めて来られることが多いですね。はい、これ令和の虎で流そうと思っているので、まあ、割とたくさんの見てもらえると思いますけども、はいはい、ぜひね、せっかくですからコーディキッズのこと概要欄に貼っておきますので、いやぜひ、はい、興味がある方はね、ぜひとも、はい、いやでも今回サポートしていただいて初めて思いましたけど大変ね、これ大変ですね、大変まあ始まってからも大変なんだろうけど、あーですね、始まる前が本当に大変でしたね。そうですね、はい、まあ始まってみたらって言ったらあれですけど、はい、スタッフさんが落ち着いて、はい、まあ、そのまま集まってきたらですね、はい、あとはもうやはり子供たちを楽しませるっていう施設をもうずっと継続していく、はい、まあ、それがまあ支援につながるかなと思うんですけど、はい、それを作るまでの、はい、テナントだったり、はい、行政とのやり取りだったりとか、はい、いろいろ決まりが僕もいくつか会社やっていて、最初にスタートした塾の会社もなかなか最近塾もおかしくないので、まあ、こちらに興味持ったりもしてるし、僕のモノリジャパンという会社でもじゃあ、ね、うまくいくんだったら一つの事業としていくっていう最初軽く考えたんだけど、この大変さを目の当たりにしてちょっとビビってますけどでもやっぱりね、これが広がれるようにね頑張りたいなと思いますね。そうですね、やりがいはもうすごくありますね、はいはい、まだ工事技術小牧これからでも入れる方はたくさん見えるんですか。はい、まだまだ全然募集しておりますので、はいはい、興味ある方は、ね、ぜひ一度見学に来てもらえればと思います。もう大塚もサッカーの先生なのかどうなのかもう工事技術小牧の管理者さんですね大丈夫なの、痩せたんだろうな、痩せたやせたよな、この人サッカーの先生なんですよ本当はまあでもね、ちょっと頑張ってこれ立ち上げやってくれました。でもいい経験だったかい。あ、すごいいい経験になりましたね。はい、なかなか経験できない。そうだね、本当に大変なんだけど、こうやって一つの事業ね立ち上がってオープンまで来させたってことは君の一つの自信になりますよね。はい、はい、まあ僕も本当に何にもできない立場になりますけど、陰ながらこのチャンスで本当にありがとうございました。ありがとうございます。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。